これから株式会社田原電機製作所の紹介を始めます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずは会社のメイン業務を含めた自己紹介を簡単にお願いいたします。はい、会社名は田原電機製作所となっておりまして、住所の方はです、ね、府中市ですね、東京府中市の方にございます。で、従業員の方はですね、現在86名という形でやらさせていただいております。で、主なですね、仕事の内容でございますけれども、各種電子機器のですね、受託生産とですね、あと受託の設計ですか、そちらの方をやらさせていただいております。主なですね、お客様の納め先として、まあ、防災機器とかですね、あとはまあ鉄道関係とかです、あと車載関係、そちらの方とですね、あと医療関係、制御機器と、そちらの方のですね、お客様のですね、ところとお付き合いをさせていただいております。今回の展示会での一押しのサービスと、そのサービスがどのような課題の解決に適しているか教えてください。はい、当社のですね、現在開発している製品をですね、概要を説明させていただきます。こちらのですね、あのものになっておりまして、モーターとかですね、あとは電子回路のですね、制御をする基板となっております。特徴としてはですね、 USB とかですね、あと LAN とかとか、そちらの方と接続が可能となっておりまして、そちらとパソコン関係とつないでですね、制御したりとか、あとは個別にですね、それぞれのお客様の使用に合わせたですね、製品を制御するということが可能になっております。こちらが今現在開発している特徴的な製品となっております。以上でございます。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いします。当社の特徴としてですね、マイコン搭載電子機器の受託開発ですね、こちらの方ですね、一拠点という形で府中市ですね、仕様の打ち合わせからですね、生産、あとはサービスまで全て対応させていただいております。ぜひですね、受託開発関係のですね、お話があればですね、当社の方にお話をいただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。以上、株式会社田原電機製作所の紹介でした。